バックハンドのダウンザラインを極めることはテニスプレイヤーにとっての夢です。相手コートに突き刺さる鋭い弾道を打てた時の感覚は爽快で、アドレナリンがドバドバ溢れてきます。しかし距離が短く、しかもネットの高いところを通す必要があるストレートへ打つ難易度は高く、うまく感覚を捉えることができていない方も多いと思います。ということで今回は月刊スマッシュ様の2019年10月号バックハンド完全マスターというコラムを参考文献にさせていただきまして、バックハンドのコースの打ち分け、ダウンザラインとクロスへの打ち方にフォーカスして、バックハンドの神である錦織選手のフォームを元に動画を作っていきます。速いボールを打って気持ちよくなりたい、バックサイドからダブルスの前衛をぶち抜きたい、とにかくバックハンドを改善したい、このような方にとって今回の動画の内容は最適解となっていますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。まずは超基本的なスタンスについて話していきます。結論、ストレートはスクエアスタンス、クロスはクローズドスタンスで打つのがセオリーです。バックハンドはスタンスによって打ちやすさが変わってくるショットです。まずスクエアに踏み込んでみると、体の向きがあまり閉じないため前方向へ押し出してスイングできます。しかし逆にクロスへ打つ場合はクロスへ向かってスイングしたいため、体を閉じて回転させながら打てるクローズドが最適となっています。もちろんこれはセオリーの話で、クローズドでストレートへ打つことも可能ですが、ストレートはスクエア、クロスはクローズドを選択するとより簡単に打ち分けが実現できます。そして打点は必ず右足よりも前、左手が伸びた場所で打ちます。おそらくこれを聞いてもパッとしない方もいると思いますが、コラムの中ではもっと分かりやすい形で打点の場所を教えてくれています。バックハンドの打点は重いものを押すときに最も力が入る場所である。これはロジックよりも感覚で覚えたい方にとっては魔法のフレーズで、これを守れば最適な打点で打てるはずです。また基本的に左腕は伸びた状態にするのが理想なんですけど、確実性を重視したい方は曲がっていても問題はありません。錦織選手のクローズドスタンスを見てみると、左足をセットした後クローズドに踏み込み、打点は右足の前、左腕はまっすぐになっています。スタンスと打点は初歩的な話で、もしかしたら退屈に感じた方もいるかもしれませんが、バックハンドの成功率高めるためのキーポイントでもあります。何度も復習しておいて損することはまずありえません。続いては左手主導にテーマを移していきます。両手バックハンドは逆手主導の方がコントロールしやすく、利き手主導よりも圧倒的に力が入りやすいです。理由は簡単で、左手のフォアハンドのように打てるからですね。逆手でフォアハンドなんて絶対に僕は打てないみたいな、無理みたいな感じで左手主導を諦めている方もいるかもしれません。しかしやってみると意外と簡単で、利き手に染みついたスイングと同じイメージでボールを捉えて下から上に擦ることができます。ボールを呼び込んで打てるため打点の奥行きを生み出せるんです。だからコントロールもしやすく、手首の返しを使ってクロスへ打つことも、手首で押し込んでストレートへ打つことも可能にします。フォアハンドとバックハンドを別物ではなく同種だと思えば、難しいことを考えなくても簡単に打てるはずです。コラムの中では左手9割、右手1割ぐらいでも全然構わないというふうに書かれていますが、以上の理由により左手主導がおすすめになっています。またコースの打ち分けにおいてスイング軌道の話は必ず触れなければいけません。両手バックで打点を遠くから巻き込むように打ってしまう方いますが、これだと逆に力が入らなくて不安定になります。なのでラケットが体の近くを通して打点へ向かっていくのが正しいラケット軌道になります。錦織選手のフォームを見てみると、ラケットダウンした時から体の近くにラケットを準備して、体の近くを通りながら最適な打点へラケットを持っていっています。イメージは体の回転に引っ張られてラケットが出ていく感じです。そしてあとは打ちたい方向へスイングしていけば、好きなコースへ打ち分けることが可能になります。次に軸足へ乗り突っ込まないこと、ここを勘違いしている方は多いので、ぜひ集中して聞いてみてください。
ストレートへ打てない人の致命的な特徴はボールを呼び込むことができず、体が突っ込んだ状態で打っていることです。全てのストロークに言えることですが、体が前傾姿勢になると下半身から上半身へエネルギーが伝わらずミスになります。しかもボールを体の近くへ呼び込むことができず、打点が前に行きます。クロスへ打てることはできても、ストレートへ打つことは至難の技です。ではどうすれば前傾姿勢改善することができるのか。答えは簡単で、軸をまっすぐにすれば OK です。左足の軸をセットしたら、しっかりと体重を乗せて右足を踏み込みます。軸足に体重を乗せるとき、重心を膝に乗せてしまうと前につんのめってしまうため、重心は必ず左股関節に乗せます。そして上半身のラインはまっすぐにして、的確なタイミングで重心移動します。このタイミングもし早くなってしまうと体突っ込んでしまいます。ボールを呼び込むこと、これを忘れないでください。逆にクロスへ打てない方は、体の回転をうまく使えていない可能性が高く、手打ちになっているかもしれません。上半身の力で何とかしようとするとストロークは大体失敗します。もしクロスが苦手な方は、バックハンドを打ち終わった後の左足チェックしてみてください。体をちゃんと回転させていれば、ボールを引っ張った勢いのまま左足が前に出てくるはずです。またストレートではボールを呼び込むと言いましたが、クロスでは打点が遅れると思い通りに打てません。必ず体の前でインパクトします。続いて、思い通りに大きさをコントロールしてストレートにも打てるように、フォロースルーの大きさを変えるテクニックについて話します。やることはシンプルで、深く打ちたい場合は回転量を少なめにして、ボールを厚く強い力を加えて前に押し出します。そのためフォロースルーは大きく前へ向かっていきます。短く打ちたい場合は回転量を増やしてスイングスピードも速くしたいため、フォロースルーは上に速くコンパクトになります。錦織選手のフォームを見ると、しっかりとラケットダウンしてインパクトの前には手首の位置が打点の位置まで上がってきています。つまり何が言いたいかというと、手首を柔軟に使って回転をかけているということです。深さのコントロールには回転量を操ることが求められます。だからヘッドダウンを調整してフォロースルーの大きさを変えていくことを意識すると、とてもうまくいきます。さらに上級者向けに深さの内訳深掘りしていきますが、浅く打つときはセットした左足を曲げてバランスをキープすることが求められます。ちなみにコラムでは、膝が地面につくぐらい曲げてもいいと書かれています。なぜ曲げるかというと、体が突っ込むことを防ぐためです。左足が伸びていると重心が高くなってしまいますが、左足を曲げれば勝手に重心が低くなります。スイングスピードを上げて回転量を増やしたい、浅いボールを打つときに役立ちます。またこの時に左足のつま先の向き、相手コートへ向けると膝が曲げやすいです。加えて曲げるだけでなく、スタンスも広く取った方が打ちやすいです。スピンをかけるためには、体全体が下から上の動きする必要があります。そのためには膝の曲げ伸ばしを行うことが不可欠で、スタンスを広く取ればそれに合わせて全身を使うことが可能になります。目安は肩幅よりも広くスタンスを取る感じで、こうすれば勝手にラケットの高低差を作り出せてスピンがかかります。逆に深いボール打つときは、浅いボールを打つときよりもしっかりと体重移動をしてあげる必要があります。テイクバックのときに軸足へ体重を乗せて体重移動してボールを捉えて、ラケットを打ちたいコースへ打ち出していけば深いボールになります。錦織選手のフォームは理想で、テイクバックで左足に体重を乗せ、右足へ完全に体重移動を行っています。しかもフォロースルーも大きく取っているため、相手コートへ突き刺さるような深いボール実現しています。重心移動のイメージは歩いて前進しながら打つ感じで、もちろんスタンスは広く取ります。ということで今回は以上になります。錦織選手に関しては過去にフォアハンドも解説させていただいていますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。7万再生と大変好評いただいています。またショート動画のチェック、X のフォローもぜひよろしくお願いします。最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。